はい、皆さんこんにちは。ジェニアの静岡です。今回は乗馬に行きたくて、静岡にあるギフトズホーズガーデンという場所をロシア人の友達に紹介してもらいましたので、こちらに来ました。で、私のチャンネルをずっと前から見ている皆さんがご存知だと思いますが、私は馬さんに本当に夢中です。家の近くにこんな場所があるということで、私はもう我慢できなくて、まあ、もちろん来ました。それで、どんなように乗馬が行われるか皆さんにお伝えして、そしてもし皆さんも近くにいましたら、こちらの場所に行きたくなるように動画を撮りたいと思います。それでは早速可愛い馬ちゃんにお会いしたいと思います。行きましょう。こちらにもう一匹可愛い子がいました。ちなみに馬の大好きなものは人参だとご存知ですか？私の指と一緒に食べないでね。目が賢い。この子の名前はですね、読んでびっくりしました。シングソング、つまりなんか歌を歌う馬ですね。すごく面白い名前ですね。可愛い子、もう本当に私の心が溶けちゃうよ。こんな目を見て幸せだ。馬にとっちゃ人参は大好物ですから。まあリンゴも好きなんですけど、なんかリンゴはデザートみたいな感じで、人参はおやつっていう感じです。まあ、今回は人参しか持ってきてないんですけど、本当にすみません。今度リンゴも持ってくるよ。ちょっとポニーに出るんだけど、ポニーじゃないかな、これ。可愛すぎてしょうがない。私この馬と寝転ぎたい。本当に抱きしめたい、思いっきりで。この可愛い女の子です。それでは本当に久しぶりに馬になります。まあ、まずは帽子ですね。やっぱり安全第一ですから。本当に最高ハッピーな気持ちです。本当に毎月通いたいくらい、毎週かな。あ、すごく暖かい。なんか久しぶりにいい筋トレになったような気がします。普段はやっぱりそういう座学かパソコンの前の仕事だと血流はあまり良くなくて、で馬に乗るとまあ、温まるし元気にもなるし、そして運動にもいいですね。あと実は馬の耳の向きでコミュニケーション、馬の気持ち取れることができます。例えばもしこうやって後ろの方に耳を向いてたら、それは乗ってる人を聞いてるということで、もし何か思いついたら、何か耳を一気に前に向きます。こうやって新しいものの情報を取ろうとしています。今のこの耳を見るとちょうど今落ち着いている気分だと思います。
夢中なんです。あ、そうなんですね。本当に馬がたくさんいる場所、私にとって楽園なんです。こんなに素敵な自然の中に住んでいる馬たちは結構幸せでしょ。欲張りに食べてます。唇はすごく柔らかくてここはすごく柔らかい。チュ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 、馬の顎はもう比べるものはないです。しんちゃんシンゴソングは長いのでしんちゃんと呼びますね。しんちゃん、しんちゃん、しんちゃん来てもうこんなに可愛い馬見たのは生まれて初めてなんだ。本当色が超可愛いですね。白か黄色か、なんか名前のない色ですね。灰色かな。目がもう見て、目がね、人間みたいですね。本当に表情があるんですね。かわいい。あの前髪はスポンジみたいですね。お風呂場のスポンジみたい。超かわいい。今度貸して毛を。スポンジ作りますから。はい、そういうわけで今日はめっちゃ楽しい乗馬ができました。皆さんいかがでしたか？雰囲気が伝わりましたか？はい、本当にポジティブな気持ちで溢れた1時間でした。もうまた早く馬さんにお会いしたいと思いますので、またこちらに来月も行きたいと思います。はい、皆さんももし静岡県で馬に乗りたかったら、ぜひギフトゾーホーゾーガーデンを訪ねてくださいね。ちなみに料金ですが、1回500円なのでとても安いと思います。そして安い割にものすごく元気になりますし、いい温度にもなりますので、皆さんも本当におすすめします。ぜひ来てくださいね。はい、それでは最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録して私と一緒に日本のいろいろなところに行きましょう。ラブストレッチ。はい、皆さん動画が終わったと思ったでしょ？まだ終わりじゃないですよ。実は今回はあのギフトズホーズガーデンで終わろうと思いましたが、前回ここに来た時にこちらの店が気になりましたので、家に帰ったらあの調べるとミネラルウォーターを販売してる店だそうです。私も早速ミネラルウォーターを買おうと思っています。ですから今回タンクも持ってきました。ちょっと20リットル買おうと思ってます。それでは私も懸垂泉さんの水を買いたいと思います。まあ、買い方がいろいろありますが、まあ、例えば容器付きでも購入できますが、まあ、今回私みたいにタンクを持ってきて、あの自分で自動販売機を通して買うことが一番お得だと思います。それでは、まあ、今回20リットルということなので早速買ってみますね。面白い水の。じゃあ早速美味しい水を入れます。あ、いらっしゃいませ。ではチケットをお預かりいたします。それから初回ですと、あのカードを作らせていただきますので、よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。ではあちらの方へ。あ、はい、先生。はい、ということでお願いします。はい。すごく整備されてますね。こうやって綺麗にしていただけますね。
ちらで。たくさん買いました。はい、すみません、ありがとうございます、はい。はい、皆さん、人生で一番大切なものって何だか知っていますか？それは健康です。健康じゃないと本当に何もできないんですね。そしてこの健康を支えるのはこちらのお水なんです。人の体は 60% 水分だと言われていますね。ですからその水を選ぶことがとても大事ですね。静岡は綺麗な天然水が多い場所なので、都会で味わえない綺麗で美味しい水はすぐに手に入りますので、それも静岡ならではの魅力ですね。また水を汲む習慣を身につけると、万が一地震が起きてもこんなに綺麗な水が近くにあるとより安心ですね。私も毎日この水を飲んで健康で肌が綺麗になるといいですね。すごく美味しい。なんか飲むとすごく軽い感じがしますし、まあ、自分もこれからなんか運動したい気分になりました。体も軽くなってこれって本当の奇跡の健康な水ですね。皆さんもぜひ毎日健康的な水を飲む習慣をぜひ身につけてくださいね。
皆さん心が変わりましたが、まあ、せっかく県随線までやってきましたので少し車を走らせてバス停の終点の奥長島までやってきました。皆さん私の後ろにだんだん茶畑がありますね。この場所はだんだん茶畑で有名だそうです。はい、皆さん見てください。ここはだんだん茶畑がありますね。そしてここは静岡茶の発祥地だそうです。ギフトズホーズガーデンや県随線やあとだんだん茶畑を回ってきました。まさか乗馬に行くときにとても綺麗な水やすごくいい空気を発見すると思いませんでした。奥志津の魅力は、まあ、綺麗な空気だけじゃなくてとてもいい水ですし、まあ、やっぱり都会で味わえない静岡ならではの魅力ですね。あと今の時期はちょうど桜も咲き始めたので今日の散歩ですごく癒されました。はい、皆さん、それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録して私と一緒に日本の魅力を発見しましょう。それではダスプレイチー。